はいいんですか、俵屋工房のメディウムを紹介しなくていいんですか。あそうですね、じゃあこれ今今回作ったメディウム、私のカメラ見えてますかね。あ、はい、そうですね、他のメディウムに、で僕のはかなり あれ逆になるか、あそちらにもありますね、はい、それがこれ高橋さんからいただいたやつで、まあ最近ちょっとこれ使ったりしてるんですが、あはこう並べてみると、まあ、これはあの高橋さんの俵屋工房金星のな SP ナンバー1で SP あ、濃い方ですね。でも随分それサラサラしてますね、こうやって見ると。あそれも銅板でもね描けますんでね。あまあこういう製品もうなんか調合済みの、メディウムを俵屋工房で売られてる、うんで、まあ、これ買ってもいいわけですよね。あの自分で。いや、そうですね。で、いろんな方からね、そのいろんな処方をね、そんな公開していいのかみたいな話ですけど、はっきり言って、はい、この基本的な、その使用してる成分っていうのは一緒ですけど、個々のものって全く違いますんで、うんうん、その、リンシドレアなんかでもコールドプレスとか言うんじゃなくて、コールドプレスから、まあ、松川さんも前にね、ご覧になられたと思うんですけど、やっぱりそれを水とね、ブランフィックスと、で、太陽に当ててね、うん、いわゆるブリーチドとかね、はい、あと、精製ですね、して、やっぱ半年ぐらいかけてやってまして、やっぱその処方やなんか皆さん、教えたとしても、やっぱり、その時によって全然状況が違うんで、もう本当1日、2日、その太陽からこれ下ろしちゃったら、もう全然違うものができちゃうんで、その辺からやっぱりなかなかやっぱり経験がないとこの状態が一番いいんだよっていうのはやっぱりまあ結構難しいと思うんで、まあ何が言いたいかっていうと、やっぱり今市販の製品のものとはもうちょっと中身が全然違うんで、僕はそれはちょっと公開できませんけど、ああこちらの処方はっていうことですね。そうですね、はいはいはい、でこれなんかもやっぱりこれは買えと1リットルの油を700ぐらい 70% まで濃縮してるんだけど、はいはい、最終的な油はサラサラになるんですよ。あ、うんうんうん、その代わりやっぱ塗膜はすごい丈夫、要するに操作性もさっき言ったからするとすごくやりやすいというのですね。もう一つはね、はい、僕鳥越さんがこれ使われて書いた時に、ええ鳥越さんはたまたま写真のピントが良かったっておっしゃってたんですけど、僕からしたらやっぱすごい品があるやん。僕だけじゃないですよ、鳥越さんのこれを使って描かれた絵ってすんごい品がいいんですよ。これね、実は今ちょうどイギリス行ってる僕のお弟子さんいますけど、うん、ウィンザー城にあるルーベンスの絵とね、マリードメイさんには失礼だけど2回使ったあごめんなさい、絵と全然品が違うんですよ。何が違うかって言ったらやっぱり樹脂が全然違うんですよ。この中の、うん、だから要するにね、こうやって心込めて作って、もう本当寝食ともにしてですね、朝どうなってるかな、夕方どうなってるかなってこう見ながらですね、うん、そうやって育てていく油と、うん、やっぱ最高のそのマスチックだとかストラスブルグもわざわざ車で飛行機で買いに行ってね、うん、大事に持って帰ってきて、そうやって作るものとやっぱりちょっと違うと思うんですよね、うん、最終的に作品の出来もですね、伝わり方もですね、うん、なので僕はただその僕の処方、今ね僕のメジウムもちょっと紹介させていただきましたけど、ただ処方が違う、材料が違うもあるけれども、やっぱなんていうのかな、取り組み姿勢っていうか、そういうのもやっぱ絵に伝わってね、うん、伝わっていくと思いますんで、結果的にね、うん、出てくるもんでしょうね、うん、まあ、単なる道具として皆さん使われないで、やっぱり友達としてね、メディアは友達使っていただけると思います。松川さんありがとうございました。技法ビデオの中では、あそうですね、いいメディウム、そうですね、
はい、そう、基本的には僕それを使います。で、まあ、それをね、まあ、ビデオで実践される方はこれ使われてもいいし、場合によっては今ね、の処方をね、活用っていうか利用していただいても結構ですよね。なるほど。まあ、じゃあそのビデオの中で使われるものは、はい、その高橋さんとこの俵屋工房でほぼ手に入れられる。その絵の具についても、そうですね、ブロックスの油絵の具を使われるということでしたし、うん、まあ、メディアもこれ、そうですね、基本的にできるだけ自分のところでの製品、筆やなんかもね、うん、うちの使っていただく形になると思うんですけど、ただ太い筆がね、熊野まで行ってちょっと開発してもらったんですけど、やっぱりまあね、偉そうに言ったあれなんですけど、やっぱ僕がこういうの作ってほしいっていうことになると、やっぱ原毛が今ないんですよ。なので、やっぱりでもそういうことも状況分かってるんで、場合によってはそのナイロンも入れてもいいです。ナイロンも今すごい良くなってるんでね、書道用の学童筆なんてみんな今ナイロンになってきてますんで、かなりいいのあるんで、それでもいいですよって言ったら、いや そういうのは作りたくないっていう話になって、なるほど。まあ、なのでメジウムもそうですし、筆もそうですし、あと、まあ、もろもろはできるだけ、まあ、その辺がだから、そのあなたたち勝手に用意してくださいっていうんじゃなくて、いや自分のところで買えますよっていう形で、そのビデオとビデオの中で使ってるやつと同じものが、その高橋さんのお店で手に入るわけですから、まあ親切ですよね。そうですね、まあ、全部するわけですね。まあ全部というか、他でね、売ってるもんであればどんどんそれ使っていただいていいんですけど、うん、まあ僕は自分の仕事でこういうのがあったらいいなっていうことで作ってきたもんなんで、僕が紹介するやり方、であれば一番自分、僕が開発してきたものを使えるのが、はい、まあ一番いいんじゃないかなと思うんですけど、だけどそれ絶対使えってわけじゃないんですよ。はい、お持ちのものはできるだけね、無駄なく使ってもらうようにしてもらってますんで、絵の具もそうですけど。まあ、それは、完成が楽しみですね。ありがとうございます。そうですね、撮影の内容とかまた、うん、まあ、またなんか、こう。もし紹介させてください。いえいえ、案内していただければ、それは。正直、まあ、ここだけなんですけど、クラウドファンディングがどうのっていうよりも、こう、できたらみんなにこう知らせていただきたいっていうことですよね。うんうん、はい。今回は、じゃあ、高橋さんの、メディウムの処方を教えていただいたんで、まあ、作ってみましたという話と、高橋さんが、これから取り掛かられる、技法ビデオ、まあ、クラウドファンディングの方もちょっとリンクを貼らさせてもらおうと思いますので、まあ、ぜひ皆さんもちょっと覗いてみてください。はい、ご視聴いただきどうもありがとうございます。お二人ともお疲れ様でした。じゃあまた次回、どうもごきげんよう。ありがとうございました。さようなら。